しゅんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もですね、ガツガツのレディオの時間がやってきたんですけれども、はい、今日はちょっとまあ万が一のために聞くんですけど、しゅんさんの方からきっかけがある、はい、いや、頑張れ、何回やるねこのくだり。いきますよ、いきますよ。あるの？はい、あります。ちょっと、全然今日、ちょっと待って、かぶるやん、めっちゃ。いや、さ、はい、今日はちょっと形式変えるんだよね。変わります。コンパクトにじゃなくて、ちょっと今日はああだこうだああだこうだやる過程をレディオで収めるっていうのをやってみた感じですかね。そうだね、討論していきましょうか。なるほどですね。ありがとうございます。でもこれあれだよね、なんか俺らがガツガツレディオをやる前にこう企画についてこう相談するっていうのを1時間くらい、はい、やってるね。やってるね。それをまるっと今からお届けするって感じかな。そうですね。OK です。じゃあ早速議題の方いいですか。よろしいですか。うん、題して、1万人の大手課長から10名のベンチャー企業へ転職ってリスクっていうテーマになります。決まりましたね。決まりましたね。背景としてはですね、普通ベンチャー企業に転職しようって思う人いない、うん、普通いないって言い方おかしいんですけども、いや多い、いや割合的には、まあ、少ない方だと思うんですね。嘘だ。いや少ない少ない、はい、で、まあ、しかもこのコロナ禍で正樹くんが去年の11月に転職したと、うん、まあ、非常に何考えてんだろうこの人って、江ノ島8月の江ノ島一緒に行った時に思ったし、うん、いや本当でも尊敬するなと本当思ってました。ガチでこれは聞いて、力つけなきゃいけないなっていう発想がね、いいなと思ってます。でリスクの定義っていろいろあると思うんだけども、うん、一般的にね、会社が潰れるリスクはベンチャー企業の方が高いんじゃないかとか思っちゃうし、はい、給料下がっちゃうんじゃないかとかって思っちゃうし、うん、っていうところでベンチャーってリスクだなと思ってるんですね。もう私個人的には。で実際まさきくん転職してベンチャー企業に、うん、やっぱりリスクだったんです。リスクでした。やばい、大手よりベンチャーの方がめっちゃリスクあるなって思ったかってこと？そう、多分今もう全く思ったことなくて。天才でしょ。いや、本当だったらそれは分かんない、うん、今の会社はすごく、まあ、多分、うん、いい会社っていうのは心から思ってるんだけど、まあ、それはあるからかもしんないけど、はいはい、本当にでも思ってないよ別に。リスクって大手もベンチャーもそんな変わんないなと。はい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 、はい、か常になんかリスクってあるじゃん多分。うん、はい、どの会社もリスクは背負ってるじゃん常に。それは間違ってないね、絶対間違ってない、間違ってない。そんなに大きな違いはないんじゃないかっていう説を提唱し始めて。なるほどね。大手もベンチャーも、うん、大手もベンチャーも、まあ、この不確実性が高い世の中ではどっちもリスクなんじゃないか。うん、なるほどね。でも大手の課長でいっぱいさ、そのなんだろう、組織がちゃんとしている、じゃあここの部署、この部署、この部署って、大自体では分かんないけど 1万人とかって従業員がいたとしてい、いてね、その1万人いたら、ね、その1万人の力が結集すればなんか大きなことできるかもしれないけど、それがちょっと言い方悪いけど10名になったら10人の力しかないじゃん。そうしたら10名の力10対1万じゃ絶対負けるじゃんとかって思っちゃうんだけども、そうは思わなかったのかな。あ、確かにね、その売上とか、まあ、売上イコール社会のインパクトとか、うん、そういったことになってくると思うんだけど、うんうん、確かにその数値でいくと、まあ多分規模が違うからそうだねって言ったところと、でもなんかね、はいはい、今俺旬の話聞いて思ったのが、うん、これ1万人とかになると、うん、そもそもこれ一つの方向にまとまらない問題っていうのはあると。まとまらない問題はあるね、うん、100% はあるね。そうそう、1万のこう力の中でも多分濃淡がめっちゃあるというか。なるほどね。しかも方向もバラバラ向いてるから多分これがね、うんうんうん、多分大変なんだろうな。で一方でやっぱ俺スタートアップとかに来て思うのは、うんうん、まあ、10人がめっちゃ濃いと、うん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 、でしかも大体同じ方向向いてんだよね。なるほど。さすがに規模が10対1万だったら、まあ、それでもかなわないと思うけど、うんうん、うん、なんかそこは大きな確かに違いだなと思って、ちょっとリスクの話とはずれたけど、うんうん、なるほどね。まあその作戦の作り方ってやっぱ大手とベンチャーで変わって、当たり前の話で変わってくると思うんだけれども、うん、まあ、大手は、強者の戦略、はい、マクドナルドとかの多分戦略になると思うんだけれども、まあ、いっぱい店舗立てて、まあ、安くしてコストで勝負していく、まあ、一方でベンチャー企業は、まあ、
結構まあ店舗あるけれども、じゃあモスバーガーとかわかんないけど、こうちょっとちっちゃいところにミート当ててさ、はい、やっていくって戦略だと思うんだけれども、まあ、そこでなんだろうな、その大手にガーってやられちゃう、マックいっぱいあったらマック行かれちゃう、はい、みたいな現象って結構リスクかなって俺は思ってて、大手に負けちゃう、さっきの話と被るんだけれども、大手にその強い戦略を取られちゃうとやられちゃうんじゃねえかって、すっげえちょっと俺は不安になっちゃうね、ベンチャーでさ。ああ、そういうことか。だから、うん、なるほどね。だから多分その大手の市場に行かないでニッチ戦略を取ってるはずだと思うんだけれども、うん、リスク、まあそのちっちゃい市場で戦ってるのかな今。ちょっとごめん、話が、質問がちょっといろいろあっち来たりこっち来たりしちゃってる、うん、ニッチから行ってるね。ニッチでまずはトップシェアを取るっていうのが、うん、なるほどなるほど、あの多分全部そうなのかな、スタートアップは。なるほど。でそれで市場が広がらないとかってなったら結構リスクかなとか思っちゃったんだけど、ああでもそれはマジでそうだと思う。だからそのスタートアップって全然違うと思うよ、うん、やっぱ狭い市場で陣取ってるってこととかは、うんうん、あのじゃあニッチでシェア取った後どうするみたいな、多分、はいはいはい、壁にぶつ当たるので、それは確かにそうだね。あの、うん、スタートアップによってはもう天井が低いみたいな。なるほど、ね、ある。確かにそういったところに入っちゃうと、うん、いいかも。なるほど。じゃあまさきくんがいる今の SaaS の会社は拡張性がなんかあるのかな。うん、なんかこれって多分答えではまだみんな分かんないことなのかな、うんうんうん、だけどそうだね、なんか陣取りというか、そこはすごい広い市場を取ってるみたいな、うんうん、多分評価を受けてる感じはあるけどね、うんうん、今。なるほどなるほどなるほど、うん、じゃ あんまりまあリスクっていう考え方がまさきくんの性格もあると思うんだけど、そもそもないないのかな今。リスクか、うん、そうだね、そのリスクでいくと別になんか会社潰れちゃったら潰れちゃしょうがないじゃんまあ確かに、うんうんうん、潰れたらだってしょうがないから次のとこ行くしかないじゃん。うんうんうん、うん、それは大手が潰れちゃうのか、なるほど、いるスタートアップが潰れちゃうか知らないけども、うんうん、一緒じゃんってか、その時に、うん、まあ、次行けるかどうか、次行けるような体制をまさに作れてるかどうかで、多分リスクっていうのは全然ペイできるな。なるほどなるほど、ああなるほどね。そこやった時は全然リスクじゃなくなるんかなっていうのはなんか前提としてあんのかもしれない。だからなんかさっきからリスクってことがピンときてないのかもしれない。一人でまあどこでも行ける力をつけられているのであれば、まあまあ当たり前だけどどこ行ってもやれるし、それをつけられない、その力をつけられないってことがまあリスク、まあ、リス言えばリスクだし、そうだね。だからそうだね、まあ、それって多分 今の自分の力だと、まあ、多分そんな、はいはい、無職だからどっか就職させてくださいって言った時に、うん、まあ、多分その行ける企業のランクみたいなそのところは多分そんなにまだないとは思うんですけど、うんうん、まあ、これが多分、うんうん、ね、これが広がっていければ、うん、リスクっていうのはなんかこう潰せてる状態になるんじゃねえかなみたいな、そのリスクを潰せてる自分みたいな、確かになりたいのかもしれないですね。ああ逆に、あ、なるほどね。そのまさきくんの性格だとは思うんだけれども、リスクをか、リスクを考える脳みそがないっていう特殊能力を持ってると思うんですけどどうしたらつけられます、リスクを、うん、あ結構考えるけどね、リスク。ああでもじゃあ転職活動してると考えてたのかな。あでもそう、うん、いやだって転職活動してたら10社ぐらい行ったって言ってたじゃん、はいはいはい、それであここはちょっとやばそうだなとかっていうのないの、それリスクじゃん。あのすぐ行けないからさ。あそういう会社なかったの。あとは違うなみたいな、まあ、それってだから俺の勝手な判断だから、そもそもそのリスク判断が合ってるかどうかは置いといて、うん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 、なんか違うなと思ったら受けないじゃん普通。ああなるほどね。前提としてもそこはもうなんか違うなイコール、まあ、リスクがあるとするならば、うん、そこは受けてなかったから。ああなるほどなるほどなるほど、違うなって思ったかも。会ってみてお会いして、うん、なんか違うなって思ったらもうそれは受けないよね、うん、なるほどなるほど、うん、そうなるよね。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。大手のリスクって何ですか。大手のリスクですか。はい、さっきちょっと詰まってましたけどね、
ね、これ出てきたんですよ。おお。ガチャガチャじゃない？ガチャガチャ。何何？大手ガチャ、大手ガチャ。大手ガチャどういうこと？いや、俺ごめん、そのリスクっていうとそのなんか、うん、それ俺ほら新卒の子が入ってきたりとかしてたからさ、俺。ああそうだね。チームに。うんうん、入ってきてたね。シードしてたね、頑張って。ガチャだなって思ってさ。あ、運だなって。上司ガチャとか。ん？上司ガチャ、上司ガチャ。あー決まっちゃうじゃん、ある意味その、うん、誰の上司になるかで結構決まるとこがあったりするの。うん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 、そういうのはリスクだよ、自分で選べないっていうか。うん、であるけどそれで土台作られちゃうじゃん。はいはい、あ、それは確かにリスクあるね。うん、動かしづらい、動きづらい問題あるね、大手では。し、なんか操作できない、うん、まあでも基本そうか、対会社だから操作できないけど。はいはい。うん、まだそこはまだスタートアップの方がなんか軽い感じはイメージ的にあるね。うん、うん、し、まあその人たちだってもう要は大手だったら10人の部署みたいな感じだと思うけど、はい、会社が10人だからさ、その選定はもう間違いないじゃん。うん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 、そう、なるほどね。そっか、まあ、でもまあそんなリスク変わんないんじゃないですか、大手は。なるほどね。まあ結論言うと変わんないっていう結論。潰れるかっていうリスクで言ったら、うん、潰れるかもしれないじゃないですか、大手は。大手は、それは間違ってない、絶対間違ってない。ですよね。いや、ただでもその会社の、社会的信用とか、うんうん、まあ、それはあるね。そう、そういうところで言うとまだベンチャーの方が浅いから、ね、例えばだけどお金借りられづらいとか。そうだね、あの自分でローン組むときとかは確かに、うん、そういうリスクはあるね。ローン組めなくて、ね、はい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 、うん、でもね、なんか俺もそれまだ先だろうなって思ったから、うん、なるほどね。あ、そこは確かに俺ペイ、あ、あるわリスク、うん、あった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 。だからキャッシングとかでお金借りれなくなるっていうのはリスク、ね、借りれなくなるよね。会社の名前でか、ね、書いたどこでこれってなっちゃって借りれないから、ね、そもそも借りれないみたいなのあるからリスクだもん、それは、うん、なるほど。それは、うん、まだ先かなと思って。なるほどね、まあ、それ個人的なね、うん、リスクというか。だから確かに結婚とかしてて直近で、うん、なんか借り、はいはい、ね、お金借りて、うんうん、家建てるとか、ただ確かにそれはめっちゃリスクだわ、うん、めっちゃ狭まるもんね。うん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 、なるほど。まあ、そういう、まあ、ちょっと個人的なその信用というところで言うと、まあ、絞られちゃうというリスクはあるね、確かに。そこは俺もちょっと忘れてたわ。俺も忘れてた。あるね。そう、あるね、あるね。でも、かといって、さっきちょっと会議で話したけど、JTB が、ね、1000億円赤字って言って、じゃあ、それで大手にいたら安泰かって言ったらね、早期退職とかも、希望退職か。リストラとかもしてるし、うん、それもそれで JTB にいる方がリスクだしって思っちゃうけど、思っちゃうね。まさきがいる会社よりも JTB の方がリスクじゃん。まあまあ、なんか思ったのがなんかくだらないなと思って。何が何が何が。くだらなくない、うん、なんかこれ分かんないなと思って、結局なんか、うんうん、俺なんでこのリスクとか考えなかったんだろう。その考えた、でも俺も転職の時にその、うん、あ、めっちゃ言ったらその借り入れとかはちょっと一時期多分、うん、持っていた方が社会的信用があるから、その、うんうん、個人で何かお金借りる時とかは借り入れできるなとか、うんうんうん、そういうのは確かに考えたけれども、うんうん、そういうのなんかそれぐらいとか、あと給料下がるぐらいをなんか、はい、共有できた、共有できれば、うんうん、なんか心地いい方にいればいいんじゃないかな。なるほどね。だって俺、まあ、大手いる間やっぱ大手がいいなって思ってたから。うん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 。で今はだって行きたいなって思ったから行ったからさ、そのなんかそっちを選ぶ時のデメリットを共有できればもう楽しいことやってりゃいいんじゃないかっていうのは原則これあんのかもしれない、ね、確かに。それはあるね、まさきの性格も。共有できなかったらやめればいいじゃん。うんうんうん、確かに確かに。その間取ればいいじゃん、大手ベンチャーじゃなくて、うん、なんかメガベンチャーみたいな。はい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 。それ共有したんだったら楽しいやん。はい、それでいいのかな。なるほどね、ありがとうございます。やばい、楽観的。いや楽観的だけど、まあリスクをまああんまり、まあ、考えてないってとか、まあ一つ前提としてあると思うんだけれどもまあそういう感覚、自分の感覚とか好きなことに従って
そっちの方向に進んでいった結果がベンチャーに、転職という、まあ、道筋で今へ来ているということですね。いや、なんかすごくいい話聞きました。まあ、結論言うと、あれかなんか、個人的に金借りれなくなるぐらいかなっていう、今回の話で言うと。ああ、なるほど、ね。結構でも面白かったです。確かに、そこに落ち着いたね、結構具体的なリスク、ね。結構具体的なリスクだったね。発見したね。ああ、ありがとうございます。まあ、じゃあ、終わりますか、ね、ここ行った。ありがとうございます。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。はい、さあでーす。さあです。